ルダー宗谷です。今週同様です。ハッスルの良かった噂、ふざけんな噂ということでですね、いよいよ補強の話もちょっと触れようかなと思って。なるほど。まあもちろん最初はやっぱりアーサルから、一番補強のあれが多いんじゃねえかな、噂が。めちゃくちゃですよ、もう本当に1億総監視社会になってますからね。ねえ、本当だ。本当にアーサルだいぶ監視してるんで、まあそういうことさておきですね、補強始まって、はい、まあもう結構やっぱりアーサルのことですね、いろいろずっと話したいな思ったわけですよ、ただ手出しすぎというか、はいはい、ちゃんとしたビジョンがまだ見えてないのかなっていうようなね。チューブラリンですよね。そう、いろんなとこ出してて、はい、ちょっともう噂も多すぎて、はい、本当に我々ね、日替わりランチって呼んでるんですけど、もう新しい、毎日新しい情報入ってきて、例えば今日で言うと、はい、撮影日は6月22日なんですけど、はい、カルバトルインの噂が入ってきました。うわー、いよいよ。そう、いよいよ。これ結構楽しそう。そう言っちゃった、先に言っちゃった。そう言っちゃった。そういうところで、本当毎日ね、いろいろ噂出てくる中で、はい、ちょっと一つずつ丁寧に解説してもめちゃくちゃ動画が本数多くなっちゃうんで、今回はその6月22日までに出たアーサルと噂の中で個人的にワクワクした、補強噂ランキングトップ3、そしてふざけんなよという噂、ワースト3、こちらの3つずつ、ちょっと私なりに超個人的にね、もう感情大爆発で、語れればいいのかなというふうに思っております。早速いきましょう、レッツゴーということでですね、まず前提なんですけど、アーサルめちゃくちゃ今年金を準備してるらしくてな、どうかは知らないよ、本当。どうかは知らないけど、なんか噂によっていくらでしたっけ。2億5000万ポンド。日本円で380億。本当、手当たり次第のも分かるよねっていうところあって、まあ、ちょっとそれを念頭に置きながら話したいなと思ってまして、はい、まずは、ワクワクした噂ランキングからいきましょう。はい、第3位、アーサル、ロコンガ獲得間近ということでですね、まあ、これが多分第1号に一番近い可能性もあるんじゃないかなと思ってまして、まあロコンガというのはアンデルレヒトの21歳のベルギー人でございます。なるほど。そう、はいはいはい、なんかもうベルギーのブスケツと言われるような典型的な6番手ボランチで、こう守備でこう潰したり長短使いながら展開もできるっていったような選手で、まあ本当アンデルレヒトでは21歳だからもうキャプテンやってるんですよ。もうコンパニーもお墨付きだったね。まあそうなんだ。コンパニーも絶賛する。おお。そう、コメントを残してた。なら間違いないでしょうね。そうですよ。彼も、だから急に安心感でしょ。そうですね。コンパニー言われると、って言われてまして、現在ですね、アーサル2度目のオファー出して、それが肌になって、次3度目のオファーで、だいたい2000万ユーロぐらい。ああ、まあまあ、安い方がな。そう。まあ、実際あのポジション中盤のね、人材がいないわけで。そうだね。多分これ以降上がる動画で語ってると思うんですけれども、補強ポイント第1位なんですよ。CMF が。なので嬉しいし、期待の若手だし、っていうのもありますし、あとはですね、ちょっとワクワクの3位に入れた理由の決め手でもあるんですけども、めちゃくちゃビッグクラブからオファーあるんですよね。いやー、なんかそれが一番の、そう。お墨付きじゃないですけど。なんか、まあ、仮にね、アーセルだけ狙ってたら、一抹の不安があるじゃん。そうですね。例えば今年の冬で言うと、ミランがケシエの代わりにロコンが取ろうかみたいな噂が結構流れてて、あとは今で言うとバイエルンが、ローンロコンガを取ろうというような噂があって、ただ、まあ、バイエルにローン、オアアーサル完全的だったら、アンデルレヒト側も完全的なのがもちろんいいので、まあアーサルの方を優先するよって言った話なので、まあジャカの穴と穴埋めとしては、そうだね。なんかぴったしなのかなとは。だちょっとまだ若さもね、まあ、あるんですけど、あるけども、まあアーサル若いクラブだし、そうだね、結構順応していけば、今後ほんと10年ぐらい戦えるような選手になるんじゃないかということで、はい、こう、もうこちらはロマンというよりも信憑性重視の3位させていただきました。なるほど。第2位。はい。マリソン。マリソン。マリソン、そうなんだ。こんな高いんだ。マリソン高いです。個人的に OMF は、まあ補強ポジであると思うんです。はいはい。ただその、めちゃくちゃ急務、必須ってわけじゃないんですけれども、ここに入れた理由として、アーサル、今ね、アイコンを欲してるんですよね。なるほどね。アーサルといえば、誰みたいな選手で、今だと、まあ、オバメがちょっと若干限り気味になってきて、サカーローはまだ若いじゃないですか。まあそうだね。年齢的にも24歳。うん。ここでこの今後引っ張るエジルみたいな存在として、まあエジルよりはもちろんネームはバリューは落ちますけれども、プレミア知ってる人からしたらマリソンってすげえいい選手じゃないですか。まあ間違いないです。今はなんでレスターで割とね、ベンチ温めるじゃないですけど。そうですよ。まあもう完全スタメンかどうかでちょっと怪しいところ。怪しいところなので。スタメン率 60%、70% くらいなんで。はい。ああ、そうなんだ。そう。低いね、これはね。そうなんですよ。っていうのありますし、まあ、あと、いろいろ決めてあるんですけど、一つ目の決め手というのは、
もうお金があるんだったらって感じですよ。まあなるほどね。レスターって意外としっかりお金払えば出してくれるんですよ。例えばチルウェルとかマグワイアとか、うん、まあそれはカンテマフレもそうだけど、うん、お金は要求してくるけど、うん、いくら積んでも取れないっていうのが来るわけじゃないじゃないですか。あのビッグネームの割にはあの実現性がそこそこ高いと。まあそうやってレスターもね強くなってきましたからね。そうそうそう、うん、で、ね、6000万ポンドって言われてるんですけど、まあ2億5000万あるんだよって、うん、まあ余裕っしょ。大丈夫かそのうち5分の1ぐらい使ってるやつ大丈夫かな。まあでもあるし、あとはやっぱ得点力、はいはいはい、こちらねやっぱ得点力中盤がやっぱり低いんですよね。アーセナルはね。まあそうだね。そもそも得点力がリーグ9番目、うん、ってところ低さありすし、こう中盤から得点、まあ、ペペとかは上げてくれたけど、ペペは中盤っていうのはみんな、まあ、アタッカー、まあ、点を要されるのね。そうそう、ね、うん、なのでこうトップ下から点が欲しいっていうところで、うん、まあマディソンは今季8ゴール、うん、で7アシスト。いや多いっすね。昨シーズン6ゴール3アシスト、うん、1819だと7ゴール7アシスト。もうコンスタントに10以上は関わってくれる。そうだね、なんかアシストよりゴールの方が多いんだなってな。あ、そう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 、なんかそうだね、シュートレンジも非常に広いので。そうそうそう、まあ押し込んでるようなチームですから。そう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 、ね、なんかマイソンのミドルがせーね、この中盤での得点能力、得点不足解消、うん、非常に欲しいのかなっていうふうに思ってます。なるほど。ただ、うん、スミスローとかの共存というか、うん、そのメンバー選びとかどうなのかなっていう、うね、もう、まあ、誰かしら突然怪我するんでしょうと。まあ4人でその3ポジション回せたら十分、回せたら十分じゃないですか、その4人でね。まあ、マディソン以外のスミスロー、サカ、ペペってめちゃくちゃユーティリティ性あって、ペペも両サイド、サカ両サイド、うん、スミスローは真ん中と左できる、うん、と、 ところで本当組み合わせ自由なんで、ここで最適解につけてくれたら結構面白いなと思ってて、ね、2位マディソンさせていただきました、はい、1位、うん、割と個人的にはぶち抜けてます。一作獲得して願いになったね願望になりましたね。願望がありました。イサクでございます、スロバキア戦のドリブル見ました。スロバキアのこう宇宙一周でしょ。そう、宇宙一周グワーっていって、しかもシュートまでめちゃくちゃ惜しかったです。そうね、あれとかあれバケモンすぎだ。あれはちょっとバケモンすぎたね、まあ長身192ぐらいかな、身長、ありまして、うん、ただこうなんだろう、足元が繊細ってところが、うん、これすごいアーセナルっぽいなと思って。はいはい、あのヌルヌル感が、うん、マジでディアビ、うん、彷彿させる、うん、そしてアデバヨール、うん、そこら辺のこのちょい10年前くらいベンゲル系アーセナルのヌルヌル感にそっくりなんですよ。ってところで、はい、イサクはしかもバイアウトあるんですよね。ね、6000万7000万くらいだったかな、はいはいはい、で90億100億ぐらいであるんですけど、まあ、ぶっちゃけ言うと21歳でこの額って相当じゃないですか。まあ、結構な冒険であるんですけれども、うん、俺はね、いけると思う。他に行かれるのが、そう、何か惜しい、嫌だ、マジで、うん、下がることはねえんじゃないかなと思うわ。ね、そう、今これ安い時でしょ、最安値じゃないこれ。だってあの逸材が、うん、で今だってこのユーロ2020でも、うん、フォワードという意味では一番印象深いかもしれんよ。そうだね、ワントップという意味では、うん、そんな21歳がバイアウトで買える、うん、しかもそんな年でアーサルお金がある、うん、行くっきゃないっしょと声を大にしていきましょう。ということで、ね、これに関しては進化性ほぼないですよ。まあ、アーサルだけじゃないんで、イラストのチェルシー、リバプール、うん、まあ、いろいろなところではね、アーサルが取れるわけないってありますけれども、うん、バイアウトある以上、そんなことはもう言ってらんないんで、金さえ払っちゃえばこっちのもんなんで。うん、まあ、あとは熱意を。そう、あれ、これでね、うん、これで、あれで。同じ以上になってますけど、はいはいはい。ちょっともう、これでも、これも本当、俺のワクワク重視、ぜひとも見たい選手が、うん、ちょっとイサク第1位とさせていただきました。なるほど。はい、そして、学会噂。ちょっと上げていこうかな。そんなのもあるんですね。ちょっと怒りを覚えたというか、ほうほう、ちょっと何やねんそれ、不満を覚えた。ほうほうほう、で第3位、うん、補強予算が2億5000万ポンドこいつはここに関わってきますから。怒りですか、これはね、うん、お前らそうやってグーナーで遊ぶなとお前これ本当に成功したらありがとう黒煙剣だけど、お前らこれで俺ら遊んだらただで済まないよと。本当にもう真の邪悪とはですよ、はいはい、もう厳妙な趣味をもてあそぶことですから本当真の邪悪ですねこれは。そうですよ、まさしくこれ本当にもしかしたら真の邪悪かもしれないんで、あとはもうぶち上げて2制裁してもらうしかないと。もういいそうですね、レクイエムに来るしかないんでこの影響は本当にね。なのでちょっと第3位、はい、第2位、おサリバのお話ですね。ここもちょっとナイーブな、はい、とこですね。これはベンホワイト獲得の噂が結構今朝があって、うん、そしたらサリバを出すんじゃないかと、まあ、レンタルとかでまたニューカッセルにもローン出すんじゃないかと言われてるんですけれども、いや、いい加減にしてほしいね。いや、マジ何のために取ったの。そう、何のために取った、結構お金払ったよね、2、30万ぐらい払ってんだよサリバに。あ、そんな払ってた。そう、払ってて、
まあ、今季サリバは川崎リーグワンでめちゃくちゃ活躍してて、はい、ベストディフェンダーにもノミネートされてるほどセンセーショナルな活躍してると、もうグーナーめちゃくちゃサリバみたいだよ、サリバとマガヤン組むとこ見てニヤニヤする気分なんで、グーナーってことはめちゃくちゃ痛いね。そうでしょ、これで一試合も出ずに仮に出るってなったらめちゃくちゃ悲しいね俺は。いやまあプレシーズンがまあまずはあるだね、そこまでおるだかどうか知らんけど、せめてプレシーズンは見たいし、そうせめてね、うん、まあもちろん現場判断で俺らが言うのもなんですよ、もちろん、ただちょっともったいないと思うんですよね。そうね、年齢も若いですし、そう結果出てるし、実際これでリーグワンでチンチンだったらまだしも、まあなんで、ちょっと出すにしてもやっぱちょっともっと見させてほしいよね、グーナーにね、せめて踏ん切りをつけさせてほしいよね、うん、ということで2位がサリバでございました、うん、はい、1位、はい、ぶち抜け出ます。アストンビラ、スミスローに2度目のオファー。拍手じゃねえわ、これも。これ1回2500万ポンドかな、はい、で、拒否しまして、はい、一周しまして、はい、なんとビラ、次30万ポンド引っ掛けてきました。チラッと上げてきましたね。嘘でしょ、俺ちょっとびっくりしてるね、これもう。怒りとかよりも、うん、あ、マジで取りに来てるんだと、うん、まあ、出さないとは思うよ、うん。ただ、一つ言えるのは、これアースダルの、うん、チグレの証かもわからんなってふうに思ってて、仮にアーサルが CL 常連だったら、はい、こんな噂も 舞い込んでこないと思うんですよね。まあそうですね、まあ非売品じゃないですけど、うん、うん、なんか舐められてる感はあるのかもしれないですね、仮に、うん、例えばじゃあリース・ジェームスとか3000万とか出ないじゃないですか。そうだね、まあ、カーティスとか、うんうん、出ないと思うんですよ、なか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 取ろうと思ったら結構勇気いりますからね。そう、うん、その枠だと思ってるローが、うん、アーサルの今のいる順位を表してるのはほとんどかもしれないなというような一面もあるの。仮にだけどこれロー出したらさすがにグーナーやめるかもしれないって思う人も多いかもしれない。対価がないとね。そう、多分グリーリッシュでも持ってこない限りは、グリーリッシュでもそれでもそれでもローンの抜けた穴ダメージは精神的なダメージ大きいと思う、だいぶ、うん、これはきついね。そう、有意識自体せめてもっとブレイクしていよいよ本当にビッグクラブというか、そうそうそう、トップオブトップに挑戦できるっていうならまだしも、そっくで、うん、シティからオファーとかだったらまだね、うん、あるかもしれないけど、うん、ちょっと1度目のオファーならず2度目ってことはマジで狙われてるやんみたいな、欲しいんだろうね。そこがちょっと怖さ感じたね。まあでもある意味評価もされてるという、まあそうだね、面でもありますので、出て半年で3000万ついたら、うん、相当ですけど、相当なかなかない例ですよ。だけどちょっとここだけは本当に出資してほしいなというふうに思っております。というところで、はい、こちらですね、私が最近出たあのワクワクした補強、そして、ちょっと不満を覚えたことを噂について語らせていただきました、はい、よければチャンネル登録とかお願いします、はい、各種 SNS ゲームチャンネルやるからです。それでは、お願いしましょう。バイ。